どうも、料理のお兄さん、リュウジです。ということでですね、今回も楽しく料理の方をね、していきたいと思います。今回は結構昔のレシピになるんですけども、無限湯通しキャベツっていうのがありましてですね、まあ、無限キャベツですね、聞いたことある方もいるかもしれないんですけども、一応考案者みたいな感じで、今なんか無限キャベツの元とかも売ってるんですけどね、バズらせたのは僕なのかなみたいな、はい、ちょっと言わせていただいていいですかなので、無限キャベツの方を作っていきたいと思います。はい、でですね、材料の方いってみたいと思います。まずですね、キャベツ、これが4分の1個ですね。あとしらすですね、オリジナルレシピだと 25g なんですけども、まあ、今回ちょっとパックで 20g のがあったので、こちらを使っていきます。はい、あとですね、調味料としてお塩ですね。はい、お塩、はい、あとごま油、はい、あと味の素ですね。はい、味の素、はい、あとブラックペッパー、はい、こちら以上です。それでは早速作っていきたいと思います。まあ、作り方自体は、ね、そんなに、難しくありませんので、まずですね、このキャベツを千切りしていきます。僕はですね、4分の1にしたものを、ここ切り落としてちょっと平らにして、はい、ちょっと収まりよくして、でここから千切りにしていきます。千切りはね、そんなに細くなくても大丈夫です。太いものがあっても、後でね、今湯通しキャベツなので、ちょっと太めに切った方がね、食感残るんですよね。これがお湯をかけることによってシャキッとしつつもしっとりしてるっていうですね、いい食感になるんですよ。で、まあなんかこういう太いとこがあったら、まあ、食べてくださいね。はい、そうしましたらキャベツは、全てザルにかけていきます。まあ、湯通しキャベツという、名の通りですね、湯通ししていきます。シンクの上でやっていただいても構いません。こんな感じですね、まんべんなくかけてください。今回4分の1でやりましたけども、半玉ぐらいやってお湯の量を少し増やしていただいても構いません。はい、こんな感じですね。よくね、水気を切るんですね、これでね。あ、そうですね、しっとりしてきましたね。でね、まあこういう太いのがあったら、気になる方は、食べてくださいね。僕は入れちゃいます。まあポイントの一つなんですけども、湯切りですね、お湯が染みてますので結構水分がありますので、これはですね、絞ってください。ちょっとね、熱いんですけども、熱い場合はね、これ水で、一回冷やしてもいいです。そしたらですね、水分を、絞り出してくださいね。こうするとね、結構4分の1でキャベツそこそこあるなと思いがちなんですけど、結構ね、しぼんじゃうんですね、これね。これぐらいね、出るんですね、水がね。今回はちょっと小ぶりのキャベツだったので、結構ね、キャベツの量が少なくなっちゃいましたけども、まあそのあたりはですね、キャベツの大きさで調味料をね、増減させてくださいね。はい、これぐらい水が切れましたら OK です。はい、ということで、水気を切った、キャベツを、ボウルの方に移します。はい、ここでですね、調味していきます。まず、まあ、しらすですね、結構入ってるかな、20ぐらい、はい、これバーッと入れちゃいます。お塩小さじですね、3分の1ぐらい使います。僕は、ちょっと目分量でやっちゃうんですけども、まあ大体これぐらいですかね、はい、を入れます。はい、で味の素も小さじ3分の1ぐらい、まあ、塩と同量ぐらいですね。まあ1、2、3、4、5、6振りぐらいで、ブラックペッパーですね。僕はおつまみとして、使用しますので。あ、ちょっと今日ハイボール忘れた。ハイボール、僕は急遽ハイボールのレシピに行きます。炭酸水、炭酸水の用意です。氷ですね、氷を入れてください。あ、俺ハイボールこの前全部飲んじゃった。やばい、ハイボール、ごめんなさい皆さん、ハイボール全部飲んじゃいました。あったデュアーズハイボールがスズメの涙ぐらい残ってたんで、はい、これ残ってたからこれでいきます。はい、全部入れましょうね。あ、ちょっと薄いなこれ。じゃあ電球ブランを、はい、多分ねいけると思う。これぐらいですね。で炭酸を注ぎます。これちょっと初めての試みですね、これね。いただきます。はい、ということで、仕切り直しです。はい、
塩コショウ、塩味の素コショウまで入れました。で、あとはごま油ですね、大さじ1、こんぐらいかな、やります。皆さん測ってください。で、ここから混ぜていきます。これね、結構量あると、ある風に見えるんですけど、これね、すぐね消えてしまうので、多分 半分ぐらい、キャベツ半玉ぐらい作っちゃっても全然いいかな。これ保存も効くのでね、3日ぐらいは全然持ちますので、多めに作っていただいた方が僕はおすすめです。よく混ぜたらですね、いかじみしてくださいね。これキャベツの、量とか、大きさとかにもよるので、一回味見します。すごい美味しいんですけど、僕は酒のつまみにするので、もう少し塩を入れますね、はい、味の素も多分ね、これでね、完璧な味に、なってると思います。一応ですね、アレンジ方法としては、シラスがね、最近高いので、シラスじゃなくて、ツナ缶とかでもいいです。あと、炒めたハムとか、ベーコンとかでも結構です。あとね、お好み焼きに入れる小エビとかでもいいんですよね。はい。あと、まあ、味の素が、ご家庭ないよっていう場合は、まあ、本だしとかね、顆粒の、だしとかでも結構です。あと、コンソメとか、まあ、ウェイパーとか、プリガラスープみたいなものでも、とっても美味しくなります。まあ、そうすると、まあ、ちょっと中華風とか、洋風とかになりますね。あと、少しレモン汁を絞っていただいても、美味しいですし、少しラー油を混ぜていただいても、辛みが出て美味しくなります。はい、ということですね、完成っぽくなりましたんで、はい、で、まあ、ちょっと見栄えに少しパラパラと黒胡椒をしまして、無限キャベツ、元祖無限キャベツの完成でございます。はい、ということでですね、まあ、作ったので実食してみたいと思います。すいません、自宅スタイルなので、箸はね、さっき混ぜたやつです。洗い物したくないので、めっちゃうまいっす。ただめっちゃうまいんですけど、ごめんなさい、これに関してはですね、僕は死ぬほど作ってるんですよ一時期有名になったので、だいたい撮影の時も、ゆうさん無限キャベツでお願いします、テレビの時もゆうさん無限キャベツでお願いします、なんか動画紹介するのもゆうさん今回は無限キャベツでお願いします、もう僕キャベツの先にどれだけしたか分かんないくらいしたので、この味はですね、何度も食べてるんですけど、でもですね、これ初めて作った時の、衝撃がね、やっぱ自分も覚えてて、しっとり、まあ、キャベツこんなにしっとりしてるのに中はシャキシャキじゃないかみたいな、こんなですね、感動があったことを覚えております。はい、ごめんなさい、今ちょっと素のリアクションで、まあそんなに感動はないそんなに感動はないんですけども、ただこれ 100% 美味しいです。感動はないんだけど、まあなんか僕的にはもうお母さんの味みたいになっちゃってでまあ、ちょっとリアクションが薄かったのは、決して美味しくなかったからではなくて、相当食べてるからっていう。いや、これでもね、マジで酒に合うんですよ。いや、もうこれはね、当てですね。副菜にするっていう方もいらっしゃるんですが、僕は結構当てとして、作っちゃうんで、これがあればハイボールもビールも何杯でもいける。はい、あー生き返る。ということで空になりました。そんぐらい酒に合います。皆さん、ご飯のおかずでも全然いいんで、作ってみてください。